はい、どうもジョグレイです。英会話の実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回ですね、ちょっといつもと違う始まり方になってるかなと思うんですが、3月の練習指示からやっていきたいと思います。まあ、ちょっとキリが悪かったので2月の1ヶ月間だけ裏で進めたんですが、3月の練習指示から動画の中でやっていきたいと思います。まあ、今回の目玉としてはやっぱり新入生ですね。新入生を迎え入れるところが非常に楽しみな回になるかなというふうに思います。はい、じゃあやっていきましょう。まず熊谷くんなんですけれども、いやこれ本当にね、育成すごい難しいなと思っていて、野手で今更育てるんですかっていうご意見とかもあったんですけれども、まあちょっと迷子ですね、正直。はい、でもまあとりあえずピッチャーはいいピッチャーがたくさんいるので、まあとりあえずちょっと野手でも使えるようにっていう感じではいきたいと思ってます。はい、で首藤くんはそうですね、変化球2つとも5にしてほしいかなっていう感じです。で、坂田くんはそうですね、とりあえずコントロールが C になりましたが、とりあえずコントロールでいいかな。とりあえずコントロールでいきましょう。はい、まあ、このスローカーブを生かすためにもまっすぐもうちょっと速くしたいですね。あとは古市くんも変化球をちょっとね大きくしてほしいなと思います。コントロール B になったので非常にいいかなと思います。まあ、一応エース候補ですね。で、あとは服部くんはこれですね。あ、でももう磨けるな、もうすぐ磨けますけれども、まあいいでしょう。はい、このままいきましょう。で、パワーでミート、あともうこの辺は打力を、そうですね、まあ C、 とりあえず CC ぐらいまでは持っていきたいかなっていう感じですね。松中さんはまずは AA を目指してもらいましょう。まあ土田くんもショート守備が A になってるので非常にいい感じですね。 OKOK で、新田くんもパワーに振って、山内くんもソルカ B になってきたと。 OK、 まあ去年のね1年生としてはこの松中さんがやっぱり一番の目玉ではあったんですが、まあ、そんな目玉な選手がねたくさん来てくれることを願いましょう。まあ、あとはこの卒業式も結構重要ですね。この卒業式で、まあ、もちろんプロ入り選手はもうすでに決まってますが、それ以外の選手たちの、まあ、就職先、ミゾット社員が今はやっぱり欲しいかな。機材交換券が本当に欲しいので、まあ、あとは本屋も松中さん熱血感ないでしょ。 OKOK でプロ野球選手マスも見えてきてますね。さあこの卒業式重要ですね。さあ見ていきます。矢部くんはとりあえずプロ野球選手になりました。越後くんもプロ野球選手になりました。この2枚看板がね、プロ野球選手になってくれたのは非常に嬉しいかなと思います。2人とも防御率非常に良かったですね。で、新村くんは専門学校生か、魔物持ちだった新村くん。で、佐竹選手、これ転生でしたね。楽天の OB の佐竹選手がプロ野球選手になりました。あとは天才の相馬くんもしっかりプロ野球選手、西武で2位でしたかね。で3割5分6厘。だからホームランがちょっと打てなかったのがね、なかなかあれでしたけれども、まあ、非常に頑張ってくれたと思います。そして岡山くんが職人になったと。まあ、ミゾットいなかったけど、まあ、しょうがないでしょう。てか、初期入部生なんで人数はやっぱり少ないんですよね。6人中4人がプロ野球選手になったって、普通にすごいですけどね。相馬くんだけ2位で、他が3位か。という結果でございました。はい。この辺もすごい、初期入部生にしては、天才じゃないもので、ここまで来れたのが非常に良かったかなと思います。佐竹選手も最終的にはこんな感じの能力になりましたよと。で、天才の相馬くんの最後の能力はこんな感じと。はい、まあショートとしては素晴らしい選手になったんじゃないかなと思います。まあ、セカンドもできるので、これで、まあ、浅村選手との二遊間、もしくは源田選手との二遊間とか、その二遊間コンビかなりね、なかなかセーブは鉄壁だと思いますが、そこに割り入ってほしいなと思います。はい、3年生ありがとう。よし、じゃあ次行きましょう。さあ、このプロ野球選手マスもね、ここから増えてくるので、ガンガン赤とく消してもらいましょう。 OK、 おお、福岡くんのエラー消してくれた。ナイス。どんどん赤とく消してくれ。お、野球の世界大会が行われた、なんとか決勝まで残ったもの、惜しくも最後に敗れたようだと。次の大会では自分たちの手で優勝と、みんな猛練習に励んでいるで、選手全員の練習効率が上がった。これ多分15日か14日ぐらいに来ましたね。へえ、こんなコマンドあるんだ。これ多分まあ各年だと思いますけど、一応これ何年だ ?2021 年になったのか。ああ、だから WBC っていうことなんでしょうね、多分ね。なるほど。ちょっとこれ、5を踏みたいな、せっかくなんで。せっかく練習効率上がったんで、5を踏みたいんで、スケジュール見直しして、5来て、あ、来た。練習試合はちょっと1年生来てから使おう。じゃあ、5を踏みたいんで、ポジティブ使うか。お、また特訓マス見えてきましたね。首藤、福岡、高島。これは福岡くんでキャッチャー狙いですね。まあ、首藤くんも行きたいけど、高島くんはかなりもう得のモリモリなんだよね。福岡くん行きましょう。キャッチャー。あー、キャッチャー来なかった。そしたら、ムード丸も一人ぐらい欲しい感もあるんですが、威圧感、野手もいいしな。チャンスメーカー。
チャンスメーカー、チャンス A 狙いに行きますか。チャンス A 狙おう。来い。あー、まあそうですよね。いや本当はここね大きい数字踏みたいところだったんですが、まあプロ野球選手止まりましょう。うわー、わざわざ踏みに行ったのにそれかい。さあということで4月に突入してまいりました。いやー、勝負の1ヶ月だ。勝負の1ヶ月というか、とりあえずまずは新入生が本当に問題ですね。熊谷区のニートが D になりましたと。ちょっとパワー、いや総力かな、総力 C ぐらいまで持っていく。いや違うな、パワーでいっか。パワー振ります。で首藤くんスライダー4になりましたよと。 OKOK、 まあ9になったんで、あー合計で9か。まあ悪くはないですね。10目指すか、とりあえず10、合計で10目指しましょう。で、坂田くん請求のままでいいかな。よし。で古市くん、あホーク4になってる。オッケーオッケー。そしたら一旦急速に振りますか。一旦急速に振って140を目指してもらいましょう。で服部くんのカーブもいい感じになりましたね。そしたらここもまあ、あー難しいな。まあ、まっすぐかな。とりあえずまっすぐ磨いてもらいましょう。オッケー。あとはまあまあいい感じの能力になってきてますね。よし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 。うん、ヤクワくんも守備 A 見えてきましたよと。やっぱ強豪校なだけあって本当に能力の上がり方がいいですね。で総力か、肩が D になった。まあショートだったらもうちょっと肩上げたいかな。 C ぐらい欲しいかな。あーまあ難しいな。まあいっか。とりあえずちょっと一旦足に振りましょう。足、脚力が大事。 OK、 まあ、この辺もいいでしょう。よし。さあということでついに入学式です。行きましょう。4月8日運命の日。いやとりあえずそうだな、まあ、ピッチャーはいい選手が去年は多かったので、しかも新入部員は9人です。今年は激アツです。お願いします。まあ他はそうだな、都道府県も結局南北海道ではまだ甲子園出れてないので、まあ、南北海道のままで行きましょうかね。で年代も、もう皆さんご存知だと思いますが、まあ、2021年2018年以降でやっております。なので OB を狙い撃つことはなかなかできませんが、行きましょう。お願いします。さあ来い。見た感じ転生とかはいなそうですが、ちょっと見ていきましょう。まずは松尾くん、はい、打たれ強さ F、 コントロール G14。 あーまあまあまあ悪、まあちょっと微妙かな投手としては。で松野くん、これも何とも言えない能力ですね。ちなみに松尾くんね、あ野手能力めっちゃいい。うわこれ野手にしよう。これはピッチャーじゃなくて野手にした方が良さそうですね。野手能力めっちゃいいじゃん。こういう選手がいるんでね、なかなかちょっとね難しいですよね、育成がまたね。これではい。で成田くん一発持ち、でも打たれ強さは B、 野手能力もまあまあ悪くない、すでに二刀流という感じでございます。で菅原くん、菅原くんもまあまあ悪くはないですね。レーザービーム、はい。で沼田くん内野安打持ち、でこれ打ち気ですね。打ち気ミート D、 それでまあ初期能力悪くないと思いますね。9アンダー丸 OK。 で小西くん、小西くん、はい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 、まあまあ悪くない。でおおチャンス A、 佐田岡くん、佐田岡くんいいですね。いぶし銀意外性、もう初期能力も全然いいですね。素晴らしい。でわっ、ちょっと待って、キャッチャー A 入ってきた。うわーマジか、やば、キャッチャー A 入ってきた。うわこれは熱いな、これはちょっと熱すぎる、やば。これも1年生からスタメンまである。うわーキャッチャー入ってきた。キャッチャー A でキャッチャー他2人いるってやばくないですか。そして最後のキャッチャー矢部くん、あーまあまあまあ、でもこの2人はちょっとコンバートですね確実に。これどっちも、あーいや難しいですね。これは外野でもいいけど、レーザービーム持ってるんで、これとかちょっと内野手ですかね、セカンドショートとか。うわキャッチャー A 入ってきたよ、これは熱すぎるでしょ。この佐田岡くんと塚本くんがちょっと熱すぎる。名捕手に育てましょうこの塚本くん。よし頑張っていきましょう。いやこれは楽しみになってきた、これはめちゃめちゃ楽しみになってきたぞ。さあ入学式よろしくお願いします。はい。おマネージャー女の子入ってきた、よかった。男の子が、男が入ってくるとマジでね暗黒漂うんでね。本当にちょっととりあえず女の子でよかった。そしたらちょっとまずオーダー見ますか。しかも総合戦力が D に下がらないって普通にすごいですよね。もう塚本くんはとりあえずちょっと上に上げます。うわこれ難しい。熊谷くんバイバイかな。
うわー、熊谷くんとか使いたいんだけど普通に。ちょっと またね、これいつものことなんですけど、すごいぐちゃぐちゃになるんで、まず松中さんがスタメン外れてる時点でおかしいし、まずちょっと待ってよすごい難しくなってきた。これで塚本くんキャッチャーで使いたい。福岡くんめちゃめちゃ信頼度高いし、山内くんと交代かな。まあほんと使いたい選手たくさんいすぎてどうしようって感じですね。ちょっと待てよ、1番福岡。ちょっと待ってめっちゃ難しいこれ。まあでもとりあえずこうだな。ですごい難しいけど、まあこうかな。スタメン的にはこうなるかなと思います。とりあえずまず塚本くん弾道上げたい。いや即戦力入ってきたな。即戦力キャッチャーが入ってきた。これは熱い、マジ熱い。キャッチャー A の何がいいかっていうと、まあ間違いなく失点率が下がりますね。失点率がおそらく下がると思います。この松尾くんとか普通に野手育てたいことを考えると入れてもいいけど、まあさすがにこうか。ちょっと1年生もうちょっと入れたい感ありますけどね、上に。で森井くんとかいなくなるとサードが今度いなくなるので、今度サードを育てないといけないとか考えていくと、まあこの沼田くんとか入れないといけないんですよね。そうなるとまた今度やっぱね、熊谷くんグッバイなのかなとか、まあちょっとその辺は調子見ながらになりそうですけど、まあ難しいな。まあいろいろちょっと考えながらという感じですかね。いや非常に楽しみになってきた。これは激アツでした。ありがとうございます。よし、練習試合やって、まあ夏対直前でって感じかな。うわちょっと待って、打ち切きた。菅原って1年生か。菅原くんピッチャー多いな。菅原くん、あ1年生のキャッチャーか。まあこれちょっとポジション変更しますけど、打ち切オッケー。この台打ち切3人やばい。それはやばいわ。普通に天才とか天性 OB よりかも普通に嬉しい。いやこれはいけるぞ。これは普通に強い学校が作れる、絶対に。そしてミゾット社員、中部交換券、中部もあるな。さあ、ということで最初の練習指示でございます。まあ、ちょっとここで練習指示をして、練習試合やって今回終わりましょうか。まず、熊谷くん、まあいいでしょう。うん。で、首藤くん、うん、オッケーオッケー。で、坂田くん、コントロール B 目指してもらって、まあ、この辺はそのままですかね。で、1年生たちですね。問題は1年生たちなんですけど、この松尾くんはもう野手で育てます、とりあえずは。なので、弾道ですね。弾道上げてもらって、まあ、ポジションは、まあ、セカンドかショート。いやでもセカンドショート2年生いるのか。あー難しいな。でもこの守備力はなんとかして生かしたい感はあるんですよね、この初期能力で。松野くんはね、どうしようかな。とりあえずもう1球種覚えてもらうか。ちょっと1球種だとなかなかお話になってこないので、変化球2個覚えてもらおうと。ちょっとピッチャーは不作でしたね、この台はね。で、成田くんも野手能力いいんですよね。でもまあ、ここはちょっとピッチャーで育てるしかないかな。この松野くんを、まあエースとして、成田くんも野手寄りに育てるって選択肢もありますけどね。まあいいや、とりあえずここも変化球もう一個覚えてもらいましょう。で、菅原くん、この辺は、まあ、とりあえずまず弾道上げますけど、後々コンバートします。はい、後々コンバートでいきますと。で、高島くんパワーアップ、松永さんがミート B が見えてきた。で、ヤクワくんももうすぐ守備 A という感じですね。あー、まあ、そしたら一旦ここは先に総力に振るか。先に総力に振ります。多分守備は何もしなくても多分 A に乗るはず。で、塚本くんはキャッチャーへの子ですね。ただこれキャッチャーがサブポジじゃないですか。サブポジのキャッチャーってどうなのかなっていうところは一つありますけどね。まあでもいいでしょう。ミートアップ、沼田くんは取る残動、総力パワー、うん、あとはまあ問題ないかな。この辺弾道上げてっていう感じでいきましょう。この貞岡くんとかもうまく使って育成していきたいですね。よし頑張っていこう。じゃあちょっとここで練習試合使いましょうか。もう名門強豪コマトマイ、強豪校のどっちかにしようかな。苫小牧中央、これにしましょう。よし、まあ、とりあえず勝ちにこだわっていきたい。で、まあただちょっと1年生もちょっと使いたいは使いたいので、いやでもまあベストメンバーでいくか。とりあえずベストメンバーで、これが最後になる可能性もあるので、まあ、ベストメンバーでいきましょうか。よし、これでいきます。
ただちょっと最初に考えていかないといけないのが、3年生が抜けた時のポジションは、まあ、とりあえず沼田サードで、松中さんは1年生だから2年生だから OK で、外野が3人とも抜けると。ただまあこう山内くんを筆頭に、山内、佐田岡、あともう一人、まあ古市くんとかでもいいのか、まあ、古市くんでもいいし、まあ、あとは小西くんでもいいし、あーまあそれか、あとは野手能力が高い選手誰だっけ、松尾くんか、松野くんと松尾くんがいるのはちょっと紛らわしいけど、まあまあ、うん、この松尾くんとかも候補にはなってくるかなという感じですね。ちょっと足が遅いのをなんとかしないといけないけど、いやでも松尾くんは内野手か、内野手に育てたいな。次のセカンドショートの候補にしたいかな。二遊間がどっちも多分この1年生の代いないので、そこを埋めていかないといけないですね。なるほど、ちょっとすごい難しい育成になってきそうですが、ちょっといろいろ考えながらうまくやっていきましょう。選手運用本当に難しいな。さあ練習試合、ここは勝って弾みをつけていきたいですね。夏大会に向けてヤクワ君でいきましょう。ヤクワ君の打ち気を本当にうまく発動させていければ絶対に強い。で古市君でいきます。 OK で、スタメンはとりあえずヤクワ君の打順をもうちょっと上げて2番に置きましょうか。2番に置いて、そうですね、まあこの辺はこのまま入れ替えでいいかな。純粋にこのまま入れ替えでいきましょう。土田君のショート守備 A が輝いてます。もう本当に能力見栄えがこの時点でもうだいぶ良くなりましたね。よしよしよし。ただ塚本くん弾道上がらぬままでしたけれども、とりあえずスタメンでもいきなり使います。よし行きましょう。さあ1年生捕手が早速スタメンでございます。いやーどうなるかな。キャッチャー A の効果がどこまで出てくれるかっていうところは非常に楽しみですね。いやーちょっと待って、早速2点先制されたが、まあでも相手も強いですからね。しかも魔物来た。総合戦力 B、 古市くんがちょっと打たれたが最初、あー結構打ち込まれたな。でも能力、あーまあ高いな、強いですね、普通に強い。キャッチャーの方は、あー B か。この寺内選手は転生ではないですね。なるほど。まあでもこの辺は夏大会当たる可能性もあるんでね。よし頑張りましょう。おチャンスですね。ここはまあスクイズでもいいけどな。時間取りましょうか。とりあえず確実に1点取ろうか。うまい、ナイスバント。 OKOK、 とりあえず1点差。ちょっとここは勝ちにこだっていきたい試合ですね。相手も強いチームなれ、ナイス逆転。あーでも追いつかれた。まあ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 、まあ、悪くないよ、悪くない悪くない。とりあえずヤクワ君の信頼度を上げることが大事なんで、コマンド使って成功するという形が必要だったので、まあ、スクイーズは良かったですね。しかもここもヒット、ナイス。高島君早めに使ってもいいんですけどね、変える可能性もあるしこの試合。あーミスショット、うまい。高島くんとかももう1年生の頃から使ってますからね、活躍してほしいな最後の夏。おーっとここで送りバント。うわーセーフティーみたいな形になったか。ランナー進まず一塁がセーフになった。使います、打たせて取ろう。ゲッツー、ゲッツー取りたいな。よしナイスボール、ナイスボール。おっと、うわーちょっと古市くん大丈夫か。伝令いきましょうか。伝令でとりあえず励ましとこう。うわ取れ取れ取れ、よしよしよし、ナイス役は、いい守備、押さえてほしいな。よし OK、 土田ナイス OK、 松永さんもナイスキャッチ OKOK、 よくしのいだ。とりあえず勝ち越したいな。まあ使いますか、当てて、バットに当てて、うん、落とせ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 、うわ発動しない、魔物が発動しない、全然効果なかった、魔物全く効果なかった。ちょっとこの展開だとなかなか選手変えられないな。本当はたくさんいろんな選手使っていきたいんですけどね。やばいやばい、ゲッツーくらう、走れ、危ねえ、ナイスラン。ここで1年生の塚本くん来ましたね。ちょっとこの間走らず後悔したんで、ちょっと1球いってみますか。おおナイスラン、総力 A やっぱすごいな。この間ああいうシチュエーションで走らずに、まあ、勝負かけずか、勝負かけずに普通に打たせに行ったんですけど、すげえ当たり打つな。うわーいいバッティングだけどきついか、惜しい、どんまいどんまい。
まああの場面ね、最後の夏大会ですけど散らせるって選択肢もあったのかもしれないですよね。難しかったな。ここは代打いきましょう。山内くんでいいかな。山内くんいきましょうか。山内くんでいきましょう。さあ先頭出てくれ。オッケー、ナイスマッチ。よーしよ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 し、ナイスマッチ。オッケーオッケー、先頭出た。ここは熱血を使いながらも、まあ、ちょっと送りたいかな。うん、まあ送りのシチュエーションですよね。送りましょう。うわ最悪だ最悪だ、あれが決まらないか。流し、難しいな。まあでも打つしかない。ここはノーアウト、ワンアウトランナー二塁を作れなかったならもう打っていくしかない。めっちゃ牽制するな。走れ走れ走れと前。ここはもうちょっとヤクワくん何もないんで変えましょう。ここで魔物でもよかったなっていう今更感はすごいですけど、まあ延長ないんでもうここで変えるしかない。そしたらまあエムラ君かな。エムラ君でいきましょうか。エムラ君でいって強心臓が来ると、これでチャンスになるし、ダイソーで小黒君を使っておきましょう。いやこの佐田岡君の意外性チャンスとかも使いたいけどな、代打で。うわー難しいな。まあでもここはエムラ君を信じよう。いいよ。うわー打っちゃったか。それくそー、落として、どんまい。まあまあ悪い試合ではなかったですけどね、どんまい。まあちょっとなかなかもう1点が取れなかったという試合でございました。でもまあキャッチャー A の1年生のデビュー戦としてはまあ強豪校相手に3失点で収まったのでまあ良かったんじゃないかなと思います。はい、塚本くんですね。ちょっとなかなか信頼度を上げれなかった選手が多かったですけど、まあしょうがない、これはこればっかりはしょうがない。はい、ということで、まあ、とりあえず練習試合が今回終わったので、一旦ここでね、今回の動画終わろうかなと思うんですが、まあ、次回からですね、夏大会やっていきたいと思います。4番松永さんがミート B に乗りました。これで非常に見栄えも良くなりましたね。まあ、クリーンナップを中心に、まあ、まだまだ打力はね、なかなか触れてない選手が多いですが、ここから打力にも振りながら、いいチーム作っていきたいと思います。まあ、あとはこのキャッチャー、塚本くんをですね、名捕手に3年かけてじっくり育てていきたいと思いますので、ぜひぜひね、これからも栄冠大の時期を楽しみで、ガンガンやってほしいよ、甲子園目指して頑張ってくれという方は、高評価、チャンネル登録をしていっていただけるとね、これからも栄冠大やっていくモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の栄冠大実況でお会いいたしましょう。ありがとうございました。